こんにちは、メガネ社長です。今日はですね、メガネ社長ということで、また今日もメガネの話していきたいんですけど、今日は過激なタイトル言っちゃいます。格安店、まあね、安いメガネ屋さんいっぱいあると思うんですが、格安店では絶対に買わないでくださいって話ですね。今日も坂田メガネさんお迎えしてお話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのメガネってね、なんであんな値段違うのかなって思っちゃうんですけど、あの格安店と、まあ高いっていうか昔ながらのメガネ店さんとか、一体何が違うのかっていうのはですね、これ見てる方も疑問に思う人いると思うんですよね。一体あれ何が違うんですか？まずはですね、格安店と高額なところの違いで言うと、一番は技術力のところだと思うんですよね。で、技術って言っても、その人が、スタッフが悪いとかじゃなくて、一人にどれぐらい時間かけられるか、かける時間が違うと、ね、だから、あのそのスタッフが悪いとかじゃなくて、一人にどうしても5000円のメガネと5万円のメガネでかけられる手間が違います。だから5000円のメガネだったら、皆さんよく見ると思いますけど、その場で30分でできますよみたいな。で、うちの場合平均単価だいたい4万とかぐらいなんですけど、どうしても、ね、1週間ぐらいかかりますね。その人に合わせてオーダーで作りますから1週間ぐらいかかる。ここが一番の違いかなと思いますね。検案する時間も、格安店だとできるまで30分だから、検案の時間も短いですよね。まあそうですよね。あれね、何分ぐらいでやってるんですかね。15分ぐらいでやってるんですかね。そこの店によって違うと思いますけど、私の知り合いのところとかは、10分かけると上司に怒られるって言ってましたね。でもね、うちの店とかでもやっぱり一人のお客様でやっぱ1時間ぐらい平気でかかりますもんね。そうですね。そうですよね。だからその違いってあると思うんですよね。あとなんか、フレームとかも値段全然違うじゃないですか。そうですね。あれ何なんですか？安いメガネと高い、僕も一応ね、本業やってるって知ってるんですけど、実際どうなんですか？安いフレームと高いフレームの違いは、まず一つは丈夫さですね。純粋に壊れやすいとか変わりにくい。次に、かけ心地ですね。この2つが大きいかなと思います、ね。なんかあれですよね、安いメガネって、基本やっぱ樹脂を流し込んで作ってるのがあるんで、調整ができないんですよね。そうですね。だからなんかその細かいフィッティングとかはやっぱできないっていうのありますよね。あと基本的にそのね、サバイのメガネとか国産のメガネ社長って、大前グラス東京もサバイのメガネなんですけど、サバイのメガネっていうのは調整して長く使うことを想定してますけど、樹脂製のメガネっていうのはね、割ともう、1年ぐらいでも使い捨てじゃないですけどね、そういうので想定してるからちょっと違いますよね。ちょっとそこは違いますね。他に何かありますか？例えば何ですかね、検査はだから全然時間のかけ方が違います。フィッティングとかもそんなしないですもんね。そうですね。フィッティング、樹脂製のメガネだったら、そもそもフィッティングしないっていうよりもできない場合がありますね。あまりこう曲げる猶予が少ないので、そもそもフィッティングできない。ただすごい柔らかくできてたりするので、フィッティングしなくてもそこそこ使えるっていうのもありますね。逆にちょっと言えば、じゃあ格安店のフレームとレンズを使って、例えばそういう技術力のある個人店の人とかが処方したらどうなんですか？これかなり変わると思います、ね、変わるんですか？どの辺が違うんですか？時間はかかりますけども、フレームとレンズを使って、例えば一番は、ね、目の位置なんですね、レンズの中心と目の中心っていうのをまず合わせる、あと目の距離、あとは純粋に検査、あとレンズの角度とかも変わりますね。それを合わせることによって、より目にぴったり合わせることはできますね。だからそこまであれですよね、やっぱ時間かけ格安店が悪いっていうか、時間がないから、時間かけられないから、そこまで細かくやっぱ見れないってことなんですかね。ビジネスモデルの違いだと思いますね。そうなんですね。実際でもなんかそのね、やっぱいろんなフレームだから、要するにあれですよね、こう軽自動車とベンツの違いみたいなところなんですか。軽自動車、用途が違うと、そもそも金額が違うものを並列で比べるのはフェアじゃないと思うんですけども、5000円のメガネと、例えばちょっと高いけど5万円のメガネ、もう違うのは当たり前なんですよね、金額で言うと。で、よく、高額なメガネを売ってるメガネ屋がですね、格安店をバカにしてたりするんですけど、そこの店がじゃあ5000円でメガネ作れって言われたら作れないんですね。5000円のメガネ作らせたらやっぱり一級のもの作ってますから、そこの価格比べるのはね、またちょっと違うかなと思います、ね、そうですよね。あとやっぱ日本製とかのチタンとか、ベータチタンの、やつ日本製多いですけど、ベータチタンだと使う機会が高いんですよね、あれ。だから、その素材自体っていうよりもベータチタンを加工するための機械が高いから、だから結果的に日本製高くなってしまうっていう、いい機械使わないと加工ができないからとか、そういう話もありますよね。なるほど。
それぞれやっぱりその自分の用途に合ったメガネを選ぶ、うん、まあ要するに目が悪くてやっぱりこう技術力求めて、まあ、遠近両用とか作るんだったらこう技術力のある個人店さんとかの方がいいかもしれないし、うん、もう ある意味家用の家メガネで、うん、まあ壊れてもいいやと子供とかいらっしゃって踏まれてもいいやっていう感じだったら逆に安いところで作った方がいいしってことなんですかね。メガネが気軽に買えるようになったっていうところではねかなり貢献してると思うんですね、うん、今までメガネに手がちょっと出しにくかったような人が気軽にこう変えられるし、うん、あとはちょっと奇抜なデザインとかでも簡単に試せるっていうのもいいところだと思いますね、うん、なるほど勉強になりました、はい、今日もありがとうございました。メガネ社長の本業オーマイガラス東京というメガネサングラスショップやってますね。この概要欄にですねこの YouTube の動画見てる方限定の特別割引クーポン入れてますんでぜひねこれ見てる方で今後ねメガネ買われる方いらっしゃいましたらオーマイグラス東京か埼玉県に住んでる方はね坂田メガネさんもこれ概要欄に入れてます。あと坂田さんね Twitter でね結構メガネの有益な情報も流されてるんでぜひフォローしてみてください。でチャンネル登録とねグッドボタンバッドボタンバッドコメントもどっちでもいいんでぜひとも押してください。以上メガネ社長でした。本日もありがとうございました。